朝一サナエチャンネル。サナエさんが情熱を注いでこられた日本初の宇宙安全保障構想が6月13日に宇宙開発戦略本部で決定され、同じ日に宇宙基本計画も閣議決定しました。決定した宇宙安全保障構想のポイントを改めて教えていただけますか。はい、宇宙安全保障構想のポイントは3つのアプローチです。まあ、第一は、宇宙からの安全保障、つまり安全保障のために宇宙システムの利用を抜本的に拡大するということです。で、第二は宇宙における安全保障、宇宙空間の安全で、安定的な利用を確保するということで、第三が、宇宙産業の育成支援、つまり安全保障と宇宙産業の発展の好循環を生み出していくということです。で、宇宙からの安全保障として、イメージを、していただきたいのですが、一つはやはり隙のない情報収集ができるようにすること、それから二つ目は通信需要、これ増えてますよね。それと妨害行為に対して、しっかりと衛星通信が行えるようにすること、それから、3つ目に弾道ミサイルとか極超音速ミサイルなどの捕捉と追尾ができるようにすること、で第4に高端性の高い、位置時刻の把握ができること、それから第5に、自律的な宇宙へのアクセスの確保ができることでございます。で、宇宙における安全保障としては他国の衛星の活動や、デブリの位置を把握できること、それから衛星の寿命を延長する、燃料補給をしたりしてですね、軌道上サービスと言われてますが、衛星の寿命を長くすることです。それから通信につきましても、通信衛星コンステレーションの構築、それから量子暗号通信網で高いセキュリティ通信を実現するということにいたしました。ありがとうございます。宇宙基本計画ではスペースデブリ対策のほかに地球観測と衛星測位も盛り込まれました。以前伺った通り、これらの分野は日本には競争力があるんですよね。はい、ありますね。地球観測につきましては、災害時に早期の状況確認によって迅速な対応ができるって話を、以前も申し上げました。で、やはり情報収集力っていうのはもう有事の際にもう何よりも重要な、要素になります。で、日本が誇る合成開口レーダー、この技術を活用した日本のレーダー衛星、いわゆるサー衛星でございますが、これは悪天候の時や夜間でも、被災状況、これを広範囲かつ詳細に、把握できるというものでございます。で、ただ今上がっている大型衛星1機、上がっているんですが、大型衛星1機では撮影指示から撮影場所に到着するまで12時間ぐらいかかることもあるんですね。小型衛星コンステレーションでしたら災害場所に最も近い衛星がですね、短時間で到着して、早期に、被災状況、この情報を提供できる、やはり3時間以内、に何が何でもっていうのが大事な要素やと思います。ですから大型の衛星と小型の衛星コンステレーション、これを両方組み合わせて迅速で効果的な対応を実現したいなと思っております。で、これも日本がなかなかすごいのはスタートアップですね。日本のスタートアップである QPS ですとか新スペクティブが2025年までに30機程度の小型衛星コンステレーションの完成を目指しています。それからもう一つ衛星測位、この話も以前にいたしましたよね。で、日本の順天長衛星は誤差6センチの測位ができる、すごいですよね。で、アメリカの GPS は誤差約10メートル、で、測位ができると。で、これから自動運転ですとかね、スマート農業ですとかインフラ管理とか考えるとやっぱりセンチメーター級の、測位ができるっていうのが好ましい、
ということは言うまでもないんです。でただ、まあ、日本の準天頂衛星これは今4機だけです。だから最低1機が日本の上空にあるという状況なんで、だからアメリカの GPS と組み合わせて、なんとか測位をしている、ということです。でこれを7機体制にするという目標を前にも申し上げたと思います。でこの7機体制にすると測位サービスに必要な4機が日本の上空にあるという状況を実現できますので、アメリカの GPS に頼らなくてももう日本の準天頂衛星のみで測位サービスが提供できるようになります。誤差6センチの、サービスが展開できるようになります。でやはり故障した時に備えたら世界水準のバックアップ機能、まあ、これを備えるということは非常に重要なんで11機体制にするということが好ましいということで、ございます。ですから今年度と来年度でなんとかこう7機体制を目指していこうということで取り組んでます。それから準天頂衛星のこのシステムですね、この利用をですね日本だけじゃなくてアジア、オセアニア地域にもこう広げていくってことで、日本にとっては大きなビジネスチャンスになると考えております。ありがとうございます。宇宙分野における日本の課題としては何かありますか？ありますね。残念ながらその衛星をどんどん打ち上げてコンステレーションを作ろうにも肝心のロケットが上がらないとどうにもなりません。だから、まあ、日本にとっての課題というのは宇宙輸送ですね。つまり基幹ロケットである、まあ、H3 の打ち上げ成功、まあ、これを一刻も早く実現するということです。でロシアのロケットが今使用できないという中で世界的に衛星の打ち上げ需要というのは急増しております。だから宇宙輸送へのニーズというのは非常に高い、状況です。で他国に依存することなく宇宙へのアクセスを確保するということによって将来にわたって日本の自律的な宇宙活動、まあ、これが実現できますので何としても頑張りたいところですね。で基幹ロケットで、まあ、政府衛星を優先的に、まあ、打ち上げるわけなんですが、まあ、国内の民間衛星ですとかそれからもう安定的にこの打ち上げが連続して成功していくという状況に持っていけたら海外の衛星も、まあ、打ち上げていくと、まあ、それから民間でも今小型ロケット、頑張って開発されておりますので民間の小型ロケットも十分に、活用していくと。だから海外から受注を受けてもう安定的に海外の衛星を打ち上げるということができるようになればこれは日本にとっては大いに儲かるビジネスチャンスになっていくと思っております。ありがとうございます。優れた宇宙技術を生かして日本の経済成長につなげる取り組みこれからも楽しみにしています。ありがとうございます。美しく強く成長する国日本皆様と共に作ってまいりましょう。高市早苗チャンネルをよろしくお願い申し上げます。